熊吉お兄さんの宮島学園情報局前回はひどい目にあったよ。囚人監視の中で放置プレイだなんて、いけない何かに目覚めてしまいそうだ。あのまま冬眠してればよかったのに、クマだけに。葵くん、なんだか僕の扱いがだんだんひどくなってないかい？最初からです！ですよね！さて、気を取り直して4人目に紹介するのは、西園寺乙女先輩だ。西園寺家のご令嬢で、浦島太郎に出てくる乙姫の末裔だと言われているよ。またおっぱいか。何か言ったかい？いえ、なんでも。いつもニコニコしてて、物腰が優雅なお嬢様って感じですよね。おとぎ話から出てきたお姫様みたいに綺麗ですし。天然なのか世間知らずなのか、ポワポワとした性格に振り回されることも多いけどね。でも後輩の面倒見はいいし、思いやりのあるいい先輩だよ。水泳部の部長と遺跡発掘委員会の会長を兼任しているのも、そのあたりが理由じゃないかな。確かにそう言われてみると、先輩って自然と周りに人が集まってるような。これが熊吉さんにはない人徳ってやつなんですね。なんでそこで僕を引き合いに出したのかな。でもね、先輩の最大の魅力はもっと別なところにあると僕は確信しているんだ。え？別の魅力ですか？それはもちろん大きなお胸さ。あかりも立派な桃を持っているけど、先輩のあれとは比べ物にならないね。少し動くたびにタユンと揺れるあの質量感、噂では出会った瞬間にケイスケが顔をうずめたと聞いているし、人の理性を吹き飛ばすほどの魅力があの胸にはある。違う、あれは先輩がお兄ちゃんを無理やり抱きしめたの。やっぱり男はみんな胸がいいの。あんなのただの脂肪の塊だ。貧乳の何が悪いんだ。貧乳は何も悪くない。ただ巨乳の魔力に取り憑かれた男がいるだけなんだよ。私もお胸さえ大きければお兄ちゃんもメロメロにできたのに、悔しい。いや、まずはその残念な性格を直した方がいいんじゃないかな。葵くんとは違って、もし先輩と恋人になったら、お姉さんみたいな包容力で甘やかしてくれることだろう。負けませんからね、乙女先輩。プレイステーションポータブル専用ソフト、鬼ごっこポータブル、6月27日発売予定。初回限定版はこちら。欲しい人は買い逃さないように予約しなきゃね。予約すると裏シグナルがついてくる。これさえあればいつでもどこでもお兄ちゃんが呼べちゃうよ。